えー、はい、えー、こんばんはだね、もうそんな時間ですね。えっ、ー、と、3日間ね、ほとんどお仕事びっちりやってまして、なんとか間に合うレベルまで来たかなーってんで、ほっとしてます。それで、午後ちょっと、うん、大体いいここまでやっとけば大丈夫だろうと思って、で、あのー、リクエストにお答えしようと思って、えっ、ー、とー、 ストーンコールドね、やろうと思って、あ、久しぶりにやってみようと思ったんだけど、音が全然出ないんですよ。どうしたかなと思ったら、シールドケーブルが壊れちゃってるみたいで、断線してるみたいなんですね。あれはこれダメだと思って、えー、っと、近くの楽器屋さん、いつも行く楽器屋さん、2月のアポロンさんってとこに、えー、行ってきたんですけども、いろいろと発見がありましたもんで、あの、ご紹介します。まずね、 このところ一生懸命なんですかあの電磁波対策でアルミ箔貼ったりいろいろやってたんですよねそうすると音がね今一つあれおかしいなんでこんなに早落ちするんだろうっていうふなことだったんですけども原因はね分かりましたあのえっ、ー、とケーブルに問題があったんですあのもう56年前にこの赤いの買った時に一緒に安いのでいいわって言って 3メートルか5メートルぐらいあったかな、あのシールド、シールドでね、1200円か、そこでのやつ。はい、<laughs> 一番安いのでいいよってってで、ずっと長れを使ってきたんですけれども、えー、いよいよダメだってんで、取っかえたんですよ。で、まあ、せっかくだから、この際だからもうちょっといいようにしようと思ってね、こう、こういうやつ。まあ、それでもまだ、プロが使うに比べて全然安いやつで、 えーっと5ーで4620円税込み、えー、カスタムオーディオジャパンとなっていてレガシーケーブルとなっています、えー、5 year limited w a r r a 5年保証なんだねすごいね m o インフォメーション t 岡田ウェブコムだって日本,日本製だと思うんですがで変えたら あらら,ら音質がガラッと良くなりまして今までその、えー、っとこのスクワイアのねスタルトらしいキラキラっとしたあの高音が最近出ないしアルミ箔張ってから全然しょぼい音になってしまってるしどうしたんだろうと思ったんだけどケーブル変えたら何のことはない普通に前の,あの伸びやかな状態に戻りましたんであこれなら。 この辺ならばストーンコールでいけるかななんて思ってやってみたんですけどもまだちょっとだいぶあの弾き方を忘れていてもうちょっと雰囲気が出せるようになるまでちょっとやってみようかなと思ってるんですけど音はだいぶいい感じに戻ってきたと思います。ケーブルはやっぱり安いのはダメなんだね。さすがにプロが使うみたいなものすごく高品質のやつは何万円もするんだけども、まあ、そこまで言わないにしてもやっぱりせいぜいこのぐらいは5メーターで。 4、5000はやっぱり出しとかないとダメなもんですね。であの、この間勉強したみたいにその、えーと、コンデンサーを形成してるんですね、あのケシールドケーブルも、あれもあのコンデンサーを形成してしまってるもんですから、そうすると、その、座椅だとかによって、えーと、高周波帯域が減衰してしまうんですね。 でそれが、まあ、やっぱ安いケーブルだけのことはあってダメだ,だったんだけども、まあ、それなりにまともなそこそこのケーブルにしたらばあのちゃんと出るようになったんですねそれと,、えー、といろいろ自分でやってみてね自分の経験層から言うとあのアルミシールアルミ箔シールの方がいいと思います高温ちが少ないので。 えー、これあの、赤いやつは、えー、とアルミ箔でシールドしてるんですけども、えー、これだとちゃんとしたあのシールドケーブルを使えば、まずまずあのストラトっぽいキラキラとした音が出るようになってますんで、えー、そうすると電磁波対策をもしするのであれば、アルミ箔がおすすめ、私はおすすめかななんていうふうに、えー、思っています。それからあの言ったついでにね 色々とアプロンさんのお店を物色してたんですけどなんか出物ないかなと思って親と思ったらねフェンダー、えー、とメキシコのリッチブラックマンモデルっていうのが中古で出てたんですよ14枚くらい,ぐらいでへえど,どうなんだろうねこれってとか思ってであのお願いしてまあ買うかどうか分かんないんですけどちょっと引かせてもらっていいですかって店員さんにお願いして。 えー、中古のリッチブラックマンモデルフェンダーメキシコのやつですけども弾いたらね、えー、ダンカン SSL4 だと思いますがこれが積まれててさすがにいい音しますねダンカンね、えー、音は素晴らしいと思ったんだけども、えー、フェンダーメキシコはっきり言って私の主観が相当入ってますけどもあんまり出来よくないですね あのかえってスクワイの方がよくできてるって感じで,で決定的にあのちょっとなと思ったのはスキャロット加工がイングベイタイプなんですよえリッチー・ブラックマンモデルというんならばその削り方違うんだよそれ違うんだよっていうもっとマシヘッドの,のジャケットを見て研究してくれって感じであの削り方はこの6弦の方が浅くなっててってか6弦の方はほとんど削れてなくて 一元化の方でで深めになっているというタイプであれが私の好みなもんですから「うん、ごめんなさい音はいいんだけどねスキャロプトがね」なんて言って、えー、それは見送ったんですけどもまあそのダンカンだけは素晴らしいなと思ったんですよあの作りは、えー、フェンダーメキシコって多少ねえなーなんというふうなのが正直な感想だったんですけども。で でしばらく考えて、いや、待ってよ、ダンカンって、つ、うん、けられないかなと思って、それで、あのたまたまね、その店に、中古の、えー、っと、これ、スクワイアなんですよ、スクワイアのやっぱり安い、えー、3万円ぐらいで、新品で3万円ぐらいのやつだと思います、中古で2万切るぐらいで、19000円ぐらいで売ってたもんですから。 あそれで前にねあれほとんど使ってないからこれ、下取りやそうと思ってたあのバルベエナジーの、えー、とカッティングエッジね、ねこれ、ほとんど使わないからなと思って下取り出ますかって言ったらあ下取りつきますよ、7000円ですということでで1 9000円から7000円引いて1万2000円、3000でこいつが手に入ったんで、えー、これね <laughs> あの、ちょっと変わってってあのリアピークがハムパッキングになってます。 ハンバッキングなんだけどこれ全部取っ換えてあのフロントとリアをダンカンの SSL4 に乾燥する予定です。でシールド対策は全くされてないんだけども、まあ、そんなにノイズは出ないんだけどもあの赤いやつと同様にですねアルミ箔でシールドを電磁波対策をしてでダンカンを載せれたらかなりリッチポートが出るんじゃないかななんて思ってます。 でフィンガリングもねうんあのー、セルダーみたいなタイプもいいんだけどやっぱり根がフェンダーで育ったもんでフェンダー系のやっぱり R がついた方が恋しくなってきて <laughs> で R がついてるとやっぱスキュロプトがないと引きにくいんだよなと思ってでこの中古のね黒いやつを。 時間があの暇になって時間ができるようになったらばあの赤いやつと同じスケラプト加工にしてでダンカンを乗せてシールド電磁波対策をするとあのかえってフェンダーメキシコの,あの中古のブラックマンモデルよりもうんといいような感じがしましてね安上がりだしなんか違和感があってねそんなに伝送品いいの使ってダンカンを除けばそんなにいい感じ使ってるとも思えないし なんかこう作りがあの外日本人向けじゃないようななんかすごくがっしりしててうーんな,なんかこうちょ,っとちょっと私みたいなそ,のそんなに握力もないし手も小さいしっていうものにとってみるとかえってあのスクワイアの方が扱いが楽だよなって感じがしたんですよね。でこいつに SSL4 を乗っけると あれは間違いなくいい音しますねおっさすがだと思ってそういえば昔あの学生の頃ですけどね中古でねシェクターが積まれてたやつジェフ・ベックモデルみたいのがあってですごいぶっといポールピースのやつでね出力が普通のストラトよりもうんと大きいやつを 一時使ったことがあったんですけどもなんかあれを思い出してねやっぱりあの「後期レインボー」近年のそのずっとあの時か立地っぽいぶっとぶと出そうとするとやっぱりダンカンかななんて思って。 えー、注文してきたところなんですあの店員さんによく説明して「あの3ついらないのね2つでいいからフロントとリアだけで真ん中はあのダミーだからね」っつって,言ってそのフェンダーメキシンのやつを店員さんに見せて「ここダミーになったからこれいらないんだわ」っつって,言ってだから「ピックガードって売ってる?」っつったら「ピックガードは使ってない」って言うから「アマゾンでじゃあ安いの手に入れるか」とかね。ただだダンカンカけはねアマゾンで売ってるやつって 何かどうもちょっと大丈夫かって感じでっていうのはあの、えー、中にまがいものとか通販で平気で売るような業者もいるからねダンカンと称して偽物をいるような気がするのでそこはお店を通して ESP は販売日本の販売代理店なんですってそこにあの直に ESP を通せば絶対正規品なので。 これはやっぱり通販で買うものじゃないなと、えー、それからこのスクワイヤーも何のため引かせてもらったんだけどもいい感じで,でナットの出来も本当にこんな安いやつなんだけどもあんまぐんにゃぐにゃやってもあの全然狂わないんであこれはまあまあいい掘り出し物かもなーなんて思って、えー、回したんですよ。の黄ばんでるる感じからすと、ね10年 くらい前のやつくらいじゃないかと思うんだけどもあんまり引かれてなかったみたいで、えー、打痕もほとんどないしまあまあ安いから、ね、ぶつけても全然気にならないようなお手軽価格だしねで黒もいいじゃないみたいな感じででこれに SSL4 を2発の受けると、まあ、まあまあいい感じじゃないかななんて思ってるとこなんですね。 と、えー、いうようなことでちょっといろいろと掘り出し問がありまして SSL でありいくらするんですけど1発1万4000円か5000円ぐらいですかね2つ合わせて3万円あればお釣り来るのかなと思うんですけどもフェンダーメキシコ買うよりはこっちの方がずっとお得じゃないかなと思って。 でまあ、リッチューも自分で手作業でやってるんだから私も見習ってあの赤いやつと同様にです、ね、手作業であのリッチュー風の、えー、イングベとは違うタイプの,あのスキャルトフィンガーボートなんですけども、えーまあ、あの今ちょっと時的に忙しいんですけども、まあ、気分転換にコツコツと、えー、こっちをあの改造して、えー、それっぽいぶっ倒るとかするやつにしようかなと思ってます。 赤い方はやっぱり,そのやっぱりストラットらしい音も欲しいもんであの第2期のパープルのまだ初めの頃のねあのノーマルストラスの音もあれで出せるようにしておきたいしななんて思ってますシールドえ。シールドケーブル変えてだいぶ完成したんですけどもねあのー、セルタはやっぱしうまくないですね。 胴迫とかでやってみたら痩せ細っちゃって音がでシールドケーブルを新しいやつに取っ換えてもやっぱりこうしょぼいような音になるもんで根本的にやっぱりピックアップを変えなきゃいけないかもしれないなとこの間3 0ぐらいのやつ頼んであるんでそれ入れ替えてみてどうなるのかってことなんですけれども、まあ、あのまたちょっと <laughs>。 やっ,ぱりやっぱりメインギターやっぱりこっちかな,ーなと思ってあの赤いやつのスクワイヤーか黒いスクワイヤーか、うん開曲やるんだったらばあのセルダーでもいいかなーなんて思ったりしてるんですけども、まあ、安上がりいろいろと手に入るんだからいろいろとハンドメイドでやってみようかなと思ってんです店員さんとも話したんですけどもねもう普通にフェンダー USA 買うと、ね、20万最低20万なんですよね。 でそういうのの価値はあるんだっていうのは分かるんだけども今、円安じゃないですかあのアメリカ人の工場労働者の方々、まあ、あのいろんな方々の給料というのは賃金がどんどん上がっているわけですよね、この30年。ところが日本人の給料は所得水準は全然上がらないところは下がっているとでその中においてフェンダー USA というのは、まあ、相対的に高いんですよね。だから あの20万以上するけどもほんとなんそれだけの価値があるんだろうかなってなんかちょっと私疑問な感じもしていやだったら工夫してあのこういうレンカ版を組み合わせてただ心臓部だけやっぱダンカンかとか思ってね、えー、やってみようかななんて思ってんです意外といい感じになるよなこ,れこの,あのハンバッカーもこれもこれで悪くなくて。 まあ、それなりにぶっとぶ音はするんだけれどもやっぱしこうあの音絞った時にあシングルっぽいような音がしなおかつフ,フルボリュームにした時にはあのシングルっぽいようなハンバーガーっぽいようなぶっとぶ音がするっていうあのリッチーなアド音ですねあれが出せないかななんていうことでね、えー、やっております。えー、ということで、えー、もう本当にみっちり3日間仕事したんで。 このぐらいはいいんじゃないかなと思いながら遊んでおりました、本当に言われながら3日間によく仕事したなと思います、明日もねちょっと大変なんですよ、本当の上場企業さんというのは、決算スケジュールというのはもう超ハードなものですからね、それでその水準というのも非常に高度なものを求められるものですから、いやー明たは高か,か大変だぞなんて感じなんですけどね、まあ、ちょっとつかの間、ちょっとほっとして。 遊んでおりました。それじゃあ。